鈴木和です。今日はですね、おすすめの本でこれを、えー、なんかあったら、神様とおしゃべりっていう本を、えー、ご紹介したいと思います。前にですね、こっちの、えー、悪魔とのおしゃべりっていう本もあったんですけど、まあこれは、う、え、ん、ー、まあ、内容としては、まあ、ちょっとボリュームがすごいあるんですけど、結構さらさら読めるんですね。うーん、これは、まあ、どういう風に、まあ、世の中の 構図がこっちはちょっともっと簡単というかこっちの方を読んでから多分悪魔とのおしゃべり読んだ方がいいと思うんですけど、まあ、これも、まあ、例えばここの見てる世界は自分が作ってるっていうふうになってるっていうのが物理学的にもあるらしくて、えー、まあこう幸せになりたい人 って思っている人が絶対幸せになってないっていうような、じゃあどうしたらいいのかとうそういうふうにこう書いてある本ですね。すごくこれは面白いので、これはぜひ読んでいただくといいと思います。特にまあ、こ,うこれからお金持ちになりたいとか、えー、幸せになりたい、そういうふうに思っている人ですね、ぜひ読んでいただくといいと思います。そのなりたいとか、なんか欲しいと思っていると絶対ならないらしいので、まあ、どういうふうにしたら、えー、どういうお願いをしたら、えーな そういうふうになれ,るなれるのか。それが書いてありますので、ぜひこれですね。読んでいただくといいと思います。神様とのおしゃべりでした。はい。失礼します。